バンダイアズマ道路はかつて福島県福島市にあった有料道路である。福島県道路公社が管理する一般有料道路だったが2013年に高級無料開放された。福島県道75号、福島アズマ裏、バンダイ線の一部である。無料開放後もバンダイアズマスカイラインの名称は通称として使われている。 バンダイ・アズマスカイラインの南ゲート入り口浄土、平付近のバンダイ・アズマスカイラインバンダイ、アズマスカイラインの日本の道百線検証費福島県福島市の高、湯温泉から浄土平を経て、土湯峠に至るアズマ連邦を重走する全長 28.7km、平均標高 1350m の山岳自動車道である。道路法上の正式な路線名は、 福島県道75を福島あずま裏磐梯線であり、通称として磐梯あずまスカイライン、または磐梯あずま道路と呼ばれることが多い。東北地方の山岳観光有料道路の草分けとして1959年11月に開通。磐梯朝日国立公園のあずま連邦の東側山腹に沿って走る。 本格的な山岳観光道路で旧建設省と道の日実行委員会が選定した日本の道百選にも選ばれている。有料道路時代の普通車の通行料金は1570円であったが料金徴収期間の満了に伴い2013年7月25日から高級的に無料開放された。11月中旬から翌年4月上旬までは登記。 通行止めが行われる。かつて、この道が開かれる以前は、山伏が修行するための登山道として、浄土、平までの道が通じていたと言われている。当初、福島県が1953年に、東連邦から、浦磐台地方の観光、産業開発を目的に、県道福島、東浦ま、裏、磐線として着工し、建設途中の1957年に、 日本道路公団が工事を引き継ぎ、1959年11月に開通した。開通当時は、経済企画庁が経済白書の中でもはや戦後ではないと歌った3年後のことで、高度経済成長期のモータリゼーションの流れの中で国民向けの大衆車が生産されるようになった時代であった。2011年に起こった東日本大震災の影響で、 観光復興策の一つとして通行料の無料化が実施され現在に至っている。浄土平パーキングエリア。駐車場にはトイレ、レストハウス、天文台、ビジターセンターが併設される。関東地方から近いところにあることから道路を訪れる観光客数は多い。標高1622メートルの最高点付近に休憩施設である浄土平レストハウスがある。 冬季閉鎖区間があり、11月中旬から4月上旬までの間は通行できなくなる。一冊京山から見た、あず小富士と浄土平パーキングエリア、万代浅日国立公園の中にあって、遠くに座王連峰を望み、左右にあだたら山と万代山を望むスケールの大きな恵まれた景観と、沿線には噴火口、故障、湿地帯など変化に富んだ土地の中を走る。 標高の低いところでは樹木も多く深い森林地帯であるが標高が上がるにつれて立ち枯れの木が目立ち始める。硫黄の匂いが香る温泉街をいくつか通過し山頂近くになると岩肌がむき出した高梁な景観となる。道路の最高点は標高1622メートルあり北側の起点にあたる高湯温泉とは標高差が約850メートルある。 バンダイアズマスカイライン中間には、アズマ省富士と一斉共産の暗部に開けた、浄土平と呼ばれる、火山性ガスが噴出する、草木の生えない荒涼とした、火山高原が広がる。この特別保護地区に指定されている、浄土平には、浄土平パーキングエリアが設けられており、東側のアズマ省富士や西側の一斉共産の、ハイキング、登山観光拠点の休憩施設として利用される。 浄土平から北は天狗の庭と呼ばれる秋の紅葉の名所のほか、不動沢橋が架かる椿黒田に座王を望む白樺の峰がある。一方南の土湯峠からは国未来から湖見峠にかけてブナの樹海の中を急な部屋ピンカーブが続く道路が走り、あだたら山、バンダイ山や裏バンダイの湖を望める。その途中の雨風境の駐車場が 見晴らしの良い展望台となっている。特に眺望の良い八つの継承スポットは、作家の井上康氏が命名した、あずま八景の名で広く知られている。こういう温泉側から、土湯温泉方面へ、順に、白樺の峰、つば黒谷、天狗の庭、浄土平、曾竜の辻、湖三峠、雨風境、国未来の八カ所。ありがとうございます。